実況パワフルプロ野球。さあ、コハロンの、バイロンが、クリア、そして、ミヤとの幸せな生活が始まってから早1週間ほど経ちました。今回はですね、皆さんのアンケートの皆さんの、アンケートにお答えして、実況パワフルプロ野球2016/2017年選手データ版ということですね。これはこちらの、実況をさせていただきます。まずですね、コハロンの、パワプロを一回振り返っていきましょう。小学生の頃ですね、パワプロくんポケットからコハロンとパワプロくんの出会いが始まったということですね。とゲームボーイですかね、あれはゲームカラーですか、あちらの方は。よく記憶に残ってるのは、なんかその部員をちょっと勧誘する戦いみたいなの覚えてますね。わかる。部員のボブ、なんかサッカー部のボブを勧誘したり、なんかテニス部のワンですね、空手の村上を勧誘したりとか、そういうのをすごい思い出に残ってます。パワープロはですね、実況パワープロプロ野球2000やりましたね。これ任天堂64のソフトなんですけど、これはサクセスも含めてある程度やり込ませていただきました。なのでまあ大体2年ぐらいということですね、パワープロ君歴は。そして何だろう、まずあなた下手くそって思われてるんで。いやいや、お前誰がそんなこと思ってらっしゃるんだ。じゃあ野球歴もありますんで。ねえよ。いや、あります、キックベース。一回見せてください、どれぐらいの実力。いや、でも前回、ポンピーと対戦してそこまで悪くはなかったっていう件も、スカウト陣から、いい、もういいんだよ。いやいや、そういう言い方はちょっとおかしいですね。あ9回やるとですね、はい、普通でいいね。はい、でちょっとちゃんととかわからないんで、ちょっと試合中終始無言っていう感じになってしまう。実況してくれ。いやいや、実況だってもうトムジーさんがやってくれる。大丈夫、あまりにもそうです、こっちでやります。いや、実況佐々木さんです。で、一緒に試合開始で、はい、はい、見よう。札幌ドームです。北海道。さあ、やってまいりました。戦う場所は、北海道札幌ドーム福住駅から徒歩5、6分ですね。コロンも、3、4度訪れている札幌ドームです。さあ、サイバード田中康介さんとの試合になります。まずは全力ストレート1球目、様子を見る。かなりいいコース、アウトサイド。いや、いい、かなりいいコース実際、はい。でそしてここ一旦スライダーで遅めたまま、配球のこれセオリーですね。一旦緩めのボール内側でインコース様子を見て、もう一個スライダーいきます。やばい。いやおい、長打コース、回れ。いや周囲しないと、これ中継は RG、 中継 RG できるんですね。はい、ちょっとこれかなりルイも警戒してもらえないと。ちょっとまずはやっぱ全力ストレート、様子見ますよ。 OK、 さあ二塁回るか。さあ続いて、丸吉選手ですね。丸吉弘選手、これもやっぱまずスライダー一旦様子見ろ。おっと、かなり危ない。全力ストレート、低めにちょっと集まりすぎてるか。一旦スローカーブで相手タイミング外していきます。素晴らしい。さあもう一個インコース狙っていく。さあ決め球、もちろんこれフォーク、あれ決め球フォークボール、やべ、低すぎた。これは完全なボール球、ここも行こう。よし、素晴らしい。落ち切りました。でバッターは鈴木春選手ですね、これは。いやいや、鈴木選手いきなり決めました。すごい。OK、 よし、スリーアウト。まずは1回の表、無難な立ち上がりを見せています。二塁打打たれましたが、しっかりと抑え込んで失点ゼロです。続いて打撃にも注目。まず1番西川選手、トップバッターは西川。投げた、あっと、いきなり151キロ出してしまった。初球空振りから投げました。いいぞ。いやタイミング盛り上げ役、杉谷健志選手か。いいぞ、長打コースか。いやー、それで近藤選手、いいぞ、打ちました、シングルヒットです。近藤選手出塁。さあここで迎えるは4番中田翔。やばい、ボテボテか、これは工作もある中田。あーっと、アウト。
太田選手、元ジャイアンツ。これボール。ダメです、ダメ。ちょっとダメです。ボールダメですよ。いいんじゃない？いやー、ファールが。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。いいんじゃないかこれ。やる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 よ。来た。いや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 。ツーベースコース、ツーベースコース、間に合うか。素晴らしい、太田選手、あわやホームランというボールです。素晴らしい。先制のチャンスを迎えます。さあ先制のチャンス、投げました。ボールです。よく見た。ここ選びました。どう、これから2球目。いやー、鈍い頃。いやー、もったいない。いや、太田選手、いいバッティングでした。次の開口の得点期待しましょう。 OK、 160さすが大谷翔平選手、素晴らしい。打順はトップに帰って田中。ストレートいきます。第9投げた。いや、リア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 移動しません。さあここで点が欲しい。第2球投げました。いいんじゃないこれ。いや、行ったか。いやいやいや、惜しい。さあノーアウトのランナー出た。得点チャンス。これ頼むよ。また西川。知りません、これは。なんかツーダーがないよ。いや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 。ツーボールノーストライク。第3球を投げた。いや、いいんじゃないこれ。いや、行ったでしょ。いや、行って行って行って、タイムリーヒット。このファイターズ先制です。素晴らしい、完全に捉えました。あわやホームランという長打コース。バッターは2番杉谷。そして杉谷選手、いや、杉谷。いや、いいんじゃない。やばい、やらかした。追いつけ。いや、下今は完全に長打コースかと思った。ライナーバー投げた。インコースへ変化球ボール。ないライナーバー。第2球、そういう放送バーン投げた。いや、取った。一塁送球アウト。スリーアウトだ。フォークボール決め球。よし、5者連続三振。三振の山を築きます。バッターは3番丸。今日は三振とファーストフライ。投げた。やべ、はっきりしたボール球。投げた。見送り。第3球を投げました。いやー、ちょっと疲れてんな。この回最後だ。カウンター2ボール1ストライクです。やばい。ストレートはフォアボールになっちゃう、これ。わずかに外れました。カウントは3ボール1ストライク。疲れてんな。さあ、5球目。やべ。どうだ。三塁線切れてファール。もうちょい頑張れ。やべ、打球が見送ってフォアボール。ちょっとこれは交代かな。マーティン選手、交代です。大谷選手、素晴らしいピッチングでした。マーティン選手と交代です。フォークだよね、やっぱり。オッケー、空振り三振。マーティン、見事なピッチングです。素晴らしい。この回きっちりと3人で抑えています。ほぼ進塁させておりません。さあ中田翔、攻撃。先頭バッターは中田。今日はショートゴロ。いった、完璧。マシンで捉えた。打った瞬間ホームランと分かる中田翔選手、特大アーチが飛び出しました。144キロ、140メートル。中田翔、これはもう打った瞬間ホームランと分かる、素晴らしい。札幌ドームの看板に届くか否かと、素晴らしい特大ホームラン。とさすが中田翔選手、さすが、素晴らしい。カットボール様子見ます。打ちました。さあ、あっと、カーソルどうした。いやいやいや、大林、いいバッティングを見せました。ちょっと、そっちじゃないか。続けざまに代打を起用してきます。それと投げた、打ちました。やべ、ショート飛びついた。気がしたっぽい、今出るか。集中集中、ここ守りどこだよ。ピンチを広げてしまいました。ちょっとインコースで詰まらせたいね、これ。フォークも全部インコースに狙っていきましょう。これはいやいや、カウントは2ボール徹底してインコース攻めて。内野ゴロ、中田取った。中田
そのままベースを踏んでツーアウト。いや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 、ターニングポイント頼むよ。マーチェマーチェ。第1球投げました。ストレートはボール。第2球オッケー、カットボール、打ちました。いいや、決め球、マーティンズ、この回で交代もあり得る。最後決めてくれ。完全なボール球。もう一個フォーク、フォーク弱ってる。いや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 、まずいまずいよ。マーチン、オッケー。やばい。おいおいおい、タッチできないか今。いや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 、コハロンジはいらないんで野球では。これ迷っ、いや三塁のラン来たランナーでしょ。いやだからやばい、もう劇的に燃えてる。交代マーティン選手。さあここが試合のターニングポイントになってくる。フォーク完璧、最高の働き。石井選手、この大ピンチをさすがというフォークボールで抑えました。さあ最後決めたになるか。決まった、ブレームセット。コールファイターズ中田翔選手一発も取れし、2対1とパワープロのこのゲームにおいては実力を見せつける試合になりました。これは素晴らしい。さあ横で、どれだけを気にしているボックスプロデューサーは気にせず、これはもう皆さんで勝利を喜びましょう。今日のヒーロー5回無失点、大谷翔平選手、西川選手、さらにはこれは、中田翔選手にもこのオハロン匠印の匠印をあげたいと思います。2対1、コロンこのゲームにおいては久しぶりの、勝利をあげました。これからもコロンのパープルプロ野球、そしてコロンのパープルプロ野球に注目してください。それではまた次回の、いやいやいや、コンピューターの普通と互角とです。いやだ、違います違います。なんでだ。だいぶ内容では圧倒してました。いやいや見てみて。じゃちょっと試合率とかちょっと見させてもらう。いや広島の方がいい。いやいや、だ効率よく攻撃ができるチームっていうことですこのチーム。だ互角です。いや違う。これでなんで圧倒してるって言えるんだよ。いやだまだそれ は久しぶりなんで出てる。だいや互角で、いや合ってるでしょ。だ普通と互角がもうちょっと普通よりは強いんじゃないかと言っても過言ではないです、ね、だ互角でいいです、ね、いや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 、だ互角というのはちょっとかわいそうな、なんでだよ、なかってますね、こっちはだ互角なんで、まあ、このヒットの本数で負けてんで、だ互角という見方もあります。じゃ互角でいい、いや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 、なんなんですかそのレッテル張りは。いやいや、普通っていうような全然強いにも通用する実力ぐらいっていうのを見せつけました。普通で分かりました。だ何ですかその普通で分かりましたっていうのは。なんで足触るんだよ。それではまた次回の球場でお会いしましょう。バイキュー。チャンネル登録ここからできる。わあ、ありがとうございました。